さん本気ですか？本気も本気、大町さん。こんな楽しいことは何度もないよ。さあ車を出しておくれ。まったくあのバカ娘どもが、どこで油売ってんのかね。ミオンさんもシオンさんも今日は親族の会合があることをお忘れなんですかね。甘い甘い、甘いねお前は。サボろうって魂胆に決まってるだろ。さっさと踏んづかまえて連れ戻すよ。わかりました、お供します。それにしてもどこを探しゃいいのか。ここはさ、やっぱ手っ取り早く、部活に乱入だよ。え、兄ちゃんのお母さんと笠井さんがなんでうちの部活に。うちのバカ娘どもを探してんのさ。隠すと容赦しないよ。何やら有無を言わさぬ展開なのです。あくまでも隠すつもりだね。上等だ。こっちはドンパチが本業なんだ。二人の居所絶対に吐かせてやるよ。私にお任せください。懲りない人たちです。少し静かにしましょう。まだまだ余裕か。ザッとこんな、そりゃまだまだ平気な。少し静かにしましょう。ここまで追い込むかい。ちょっといいかな。ミオンかシオンに会ったら伝えてくれ。今日という今日は絶対に連れ戻すってね。しかしお二人ともこんなにボロボロになってちゃんと聞いてますかね。お気の毒に。アサイ、何やってんだ。さっさと来ないと置いてっちまうよ。
はい。ちょっとすまんね。この子のうち探してんやけど、あんたら知らんね。あんた、確か植木屋の。じゃあなかった。裏稼業も持ってんだったね。そいつを知ってるか。あんたら、その筋の門かいね。知ってて声をかけるとは上等だ。葛西、抜かるんじゃないよ。了解です。何、どうして。私、お家に帰りたいだけなんだけど。美代子ちゃんやったな。ここは仕方ないね。とっとと切り抜けて家探しに戻らんで。手伝ってもらう人間違えちゃったかな。えい、問答無用だ。葛西、こいつらまとめてやっておしまい。はい。懲りない人たちです。少し静かにしましょう。遠慮はやりません。少し静かにしましょう。まだまだ余裕だね。一本くらいくれてやるよ。全て吹っ飛ばします。よし、全て吹っ飛ばします。結構チキンだな。過ぎたようだね。全て吹っ飛ばします。問題ありますか。問題ありますか。ざっと三段銃の立つの名はダメじゃない。三段銃の立つの名はダメじゃない。全て吹っ飛ばします。いや、ない三段銃の立つの名はダメじゃない。全て吹っ飛ばします。リングの前の時です。少し静かにしましょう。結構問題ありません。まだまだいけます。少し静かにしましょう。私をここまで。すみません。噛むことを尋ねるけどね、あんた、うちのバカ娘を知らないかい。知らんねえ。そう、それじゃあもう用なしだ。ぽいと、捨
ヘルマイニだ。ミオンとシオンに会ってに伝えてくれ。今日は絶対に連れ戻すってね。だからってここまで。本当に容赦のない人だ、姉さんは。お気の毒に。アサイ、何やってんだい。さっさと来ないと置いてっちまうよ。待ってください、姉さん。おばさん、カサイさん、こんにちは。ちょっといいですか。お話があるんですけど。おや、私を呼ぶのは夏美ちゃんじゃないか。一緒にいるのは羽生ちゃんかい。あかね、カサイ、ご無沙汰なのです。羽生さん、夏美さん、お達者のようで。ところで、私らを呼び止めるってことは何か用でもあるのか。部活の優勝商品のことなのです。とぼけるのはやめるのです。何のことです、羽生さん。意味がわかりませんかね。マサイさん、わからないって言っているよ。やっぱり関係ないんだよ、羽生ちゃん。いや、大人は平気で嘘をつくのです。世界平和のために鏡を奪い返すべく戦うのです。お社様の巫女として、さあ。そこまで言うならしょうがないな。それじゃあ、やってやる。イライラするね。そんなことより、うちのバカ娘たちの居場所を教えておくれ。教えないと痛い目見るよ。懲りない人たちです。少し静かにしましょう。伝えてくれ。世界の終わりが来ても絶対に連れ戻すってね。あ、姉さん、だからここまで痛めつけたら話なんて聞いていないと思うんですが、どうかお大事に。にゃん、そこへ行くのは園崎さんと笠井さんじゃないですか。そういうあんたは動くな。
下手に動くと。動くと何だってんだい。え、ひよっこが。姉さん、ここは私が。先へ行ってください。何言ってんだい、カサ。私はね、喧嘩は勝手でもやる主義なんだ。そう熱くならずに。そういえば、娘さんたちはお元気ですか？我々警察はですね、今回の優勝商品についていろいろ尋ねたいことがあるんですよ。何が優勝商品だ、そんなもん知るかい。うちの娘たちはね、あんたらの顔見なくてせいせいしてるってさ。おっとっと、隠し立てとは穏やかじゃない。ここは力ずくででも真相を聞き出してみせますよ。望むところだ。葛西、やるよ。お任せください。懲りない人たちです。まだまだ余裕さね。逃がしません。じゃあ、よっ、そうはいかないよ。これ、あっちは少し静かにしましょう。まだまだ余裕さね。逃がしません。すべて吹き飛ばします。甘いね。逃がしません。そりゃ、そいつは通らないな。そいつは通らないな。平気、問題ありません。すべて吹き飛ばします。それで本気ですか。よっ、だからあれよ。結構です。私をここまで追い込む。そこは甘いね。そいつは通らない。いけます。少し静かにしましょう。そこは甘いね。受けられない。それザクマイ、こんなもん。みんな全てを殺します。少し静かにしましょう。じゃあ、それで本気ですか。まだまだこれからですよ。全てを壊します。通らないですか。さすがに忍べないね。マカト、トラ、無理だ。年貢の納め時です。一本通しますね。マスラ、無理だ。全て吹き飛ばします。まだ、トラ、全て吹き飛ばします。いるわけにはいかない。次はこうはやらないね。少し静かにしましょう。通らない。少し静かにしましょう。まいったな。まだまだ余裕。避けないのか。家気が逆流。少し静かにしましょう。過ぎたようだね。すべて吹き飛ばします。すみません。さすがにしのげないね。少し静かにしましょう。少し静かにしましょう。あいたち、そいつは通らない。全て吹き飛ばします。少し静かにしましょう。まいったな。問題あり。少し静かにしましょう。こんなもんか。問題あり。少し静かにしましょう。結論です。ご心配なく。ミヨンかシオンに会ったら伝えてくれ。たとえ警察ぶっ潰しても絶対に連れ戻すため。ってことで最後の一撃だよ。ノノホー。ついでに私もとどめの一撃を。ドハー。母さん、どうしてこんなところにいるんですか。ああ、いったいった。やっと見つけたよ、シオン。さあ帰るんだよ。すぐに着替えないと間に合わないよ。何ですか急に。シオンさん、今日は親族の会合があることお忘れでしたか。
っと、すっかり忘れてました。あら、シオンさん、今日は家のご用事がございましたのね。サトコ、ごめん母さん、今日は見逃してください。はあ、何を言ってるんだい、シオン。今日は大事な日だってちゃんと言ってあったでしょうが。大切な願い事を叶えるための優勝商品がかかっているんです。というわけなので、連れて行きたきゃ腕ずくででも連れて行く覚悟でお願いします。さあ、サトコ、戦闘開始ですよ。シオンさん、本当によろしいんですのね。二人の願いのためですから。さあ、私たちの息が合ったところ、ガンガン見せてやりましょう。バカだね、この子は。願いがなんだい。アサイ、少し遊んでやるよ。はい。懲りない人たちです。少し静かにしましょう。今少し静かにしましょう。今少し静かにしましょう。少し静かにしましょう。ところでシオン、さっきからどうもどいつもこいつも、鏡って何のことだ？知らないで戦っていたんですか？鏡なんて吐いて捨てるほどあるからね。カサイ、この子をさっさと連れて行っておくれ。早速、シオンさん、ご容赦願います。人の小一を邪魔する奴は豆腐の角に頭打って死にやがれ。こら、聞いてんのか。みーよ、見つけた。何やってんのよ母さん、こんなところで。今日は親族の会合ですよ、ミオンさん。もうシオンさんはとっくに叩きのめす。いえ、お帰りになりました。おとなしく帰ったの？シオンが優勝商品を手にしないまま。ああ、それそれ、なんなのさそれは。鏡がどうのこうの言ってたけど、
かもここに来るまでどいつもこいつも。そいつらのことどうしたんだ。片っ端からぶっ倒してきたよ。うるさいもんだからさ。ぶっ倒した？撃破したってことか？みんな当たり前じゃないか。私を誰だと思ってるんだい。だよな、なんたってミオンの母ちゃんだもんな。分かってりゃそれでいいんだよ。さて、前原圭一君、あんたうちのミオンをちゃんと幸せにしてくれるんだろうね。ちょっと待ってくれ。どうしてそういう話になるんだよ。何言ってんのよ母さん。とにかく母さんは帰って、もう話がむちゃくちゃになる。なんだい、まだチュンの一つもしてないのかい。たくじれたいね、この子は。そんなんじゃ園崎家は任せられやしない。好きな男くらいガバッとやっちまいな。ガバッと。ガバッて何さ、ガバッて。大きなお世話、もう帰れ母さんのバカ。母親に向かってバカ帰れたご挨拶だね。おい葛西、こうなったらこの二人の愛の絆を試してやるよ。わかりました。僭越ながらお覚悟を。懲りない人たちです。少し静かにしましょう。問題ありません。すべて吹き壊します。まだまだいけるって。それ少し静かにしましょう。少し静かにしましょう。やるじゃない。少し静かにしましょう。少し静かにしましょう。再装填ふっ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 。さて行くか。少し静かにしましょう。ふっ。それでは静かにしてください。それまだまだいけます。少し静かにしましょう。少し静かにしましょう。まだまだいけるって。少し静かにしましょう。少し静かにしましょう。再装填。ふっ。ふっ。ふっ。逃げてください。少し静かにしましょう。少し静かにしましょう。ところでミオン、鏡って何のことだ。どんな願いでも叶う鏡のことだよ。ほう、そいつは便利な鏡だね。欲しいもんだ、そんな鏡があったら。信じてないの。バカだね、この子は。夢みたいなことばっかり言ってるから、いつまでもお子ちゃまのまんまなんだよ。もう少しさ、大人になってさ、いろいろと見て聞いて考えてごらんよ。大人の女になりゃさ、好きな男の一人や二人、手玉だよ手玉。
前原君だってその気になりゃあんたの思い通りさ。俺が何だって？次のゲージャンは聞かなくても。レイッブワーク。なんで俺を殴るかな。ガクババーッとは言ったけどガツンとは言ってないんだけどね。でも可愛い寝顔じゃないか。あたしがもう少し若かったらな。まあいっか。カサイ、この子をさっさと連れてっておくれ。では早速行きますよ、ミオンさん。これ以上邪魔するやつは豆腐の角に頭打って死んぜ。こら聞いてんの。これが優勝商品ね。何の変哲もない、ただの鏡だね。あ、目の脇にシワシワって、うわー、シワじゃないか。どうしたんです、姉さん。シワだよ、シワ。は、シワですか。なんだい、その気の抜けた返事は。女にとってシワは、死の宣告も同じなんだよ。と、使った。よ、すみません。シワだよ、シワ。あ、そういやこの鏡、願い事が叶う鏡とか言ってたね。はい、確か。一瞬バカなこと考えちまったよ。鏡に祈るなんてくだらない。ったくもう、あのバカ娘どもが苦労かけるからだよ。ああ、私も若い頃に戻りたいもんだ。